さんメリークリスマス。今年のクリスマスはなかなかこう思い切って皆さんとワイと楽しくすることができにくいということありますけども、今日もちょっとこう合間合間きながら換気扇をもして窓も開けたりしながら、今年も、ベアンテ先生、ルリコ先生ご夫妻をお迎えすることができて心から感謝しております。先に短くですけども、皆さんもよくご存知かと思いますけども、ベアンテ先生の紹介だけをさせていただきます。先生はスウェーデンでお生まれになりました。12歳でチェロを始められて、もう20歳の時にはですね、首席チェロ奏者をされるというような先生です。そして、いろんな、西ドイツやフィンランドあちこち行かれて、東京にはですね、日本には1980年から31年間ずっと東京交響楽団の首席チェロ奏者をなさいました。今少し退職なさっておられますけども、いろんなところで用いられておられます。また山岳写真をされてですね、冬山行ったりして写真も撮られたりしております。また後でご案内したいと思います。最初に一言お祈りして、そしてあとはもうたっぷり先生たちの演奏を聞かせていただきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天の父様、皆を心いっぱい賛美いたします。天地創造の方、天と地と海と一切を作られたこの大きな大きなお方が、今日はボーマン先生ご夫妻をこの宝塚の一幕チャペルにお送りくださり、心から感謝いたします。本当にコロナで皆さんも心がキュキュとなって、もうちっちゃく縮こまってしまいそうな、そんなことがありますけれども、しかし天地創造の神様が一人一人名前を呼んでここに送ってくださいました。どうぞ心いっぱい詩を仰ぎ、またこの先生たちの演奏を通してあなたご自身を崇めることができますように、豊かに導いてください。先生たちを聖霊満たしめてお持ちください。心いっぱい主に感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではよろしくお願いします。今の曲は主に向かってハレルヤ歌います。
この言葉ハレルヤ、これは実はヒブロー語ですね。そして、旧約聖書と新約聖書っていうね、あるんですね。その旧約聖書はもうヒブロー語で書いてあるんですね。そしてそのヒブロー語のオリジナルのところにハレルヤというね、何箇所もね出てくるんですね。これのこっちの言葉はですね、2つの組み合わせ、ハレルとヤですね。このハレルっていうと、かヒレルっていうね、どっちでも、その意味は賛美とか褒めたたえる。そしてその最後の部分ね、このヤ、これは正確に言えばヤベ、これは旧約聖書の中にこの神様の聖なる名前ヤベっていう、名前にあるんですね。これはユダヤ人にとって非常に大切な名前でした。そして当時はですね、印刷は、なかったんですね。その巻物をすっとコピーしたんですね。もし古くなって使えなくなったら、新しく書きますけれども、この書いてる方が、この名前ヤベ来るときはまず自分の体を清めて洗って新しい筆全部その時から初めてこの名前を書くことができた。そんなような、ね、非常に厳しい制限ですね。けれどもやはり神様の偉大さ、神様を褒めたたえる、これはユダヤ人の中にこの言葉ハレルヤという使ってるんですね。それでクリスマスになるとキリストとマス、イエスキリストとマスっていうとミッサのことですね。ミッサってことは礼拝でしょう。そう、イエスキリストを礼拝するってことはクリスマスっていうね。まあ一般的なだとクリスマスなんだってね、クリスマスプレゼントとかクリスマスツリーとかクリスマスパーティーとかクリスマスコンサート、もういつもなんとかクリスマスですよね。けれども本当の意味はやはりイエスキリストを礼拝する。私たちは今日このような会を使って本当の意味のクリスマスを伝えたいなと思っています。それではね、続けてクリスマスで演奏することは聞くことができる歌をいくつ演奏したいと思います。最初はアベマリア。アベマリアというとこれラテン語です。マリアは、まあ、イエスキリストを産むことになる、少女だったんですね。まあ、彼女は実は非常に不思議な体験しています。これはイエスキリスト生まれる前に天使が来るんですよ。そしてその天使がこの子を生まれ、この偉大さになるよ、このは神の子を産むことになるっていう。そしてマリアを最初に会った時、最初の言葉アベマリア、挨拶みたいなもんですね。そしてそれがたくさん曲ができたんですよ。このアベマリアって、ショーベルトも作ってる、カチーニも作ってる、もう私たちで今日演奏するのはバッハとグノー2人作曲家のアベマリア。そう、かなり演奏するパートはバッハのプレリュードです。そして私演奏するパートは全然違う作曲家、だいぶ後、フランスでのオルガン奏者、チャールズ・ブノー。彼は実はバッハのプリルードの上の名奏曲っていうのが最初の題だったんですね。それやがて歌詞をつけて、そしてそれはクリスマスの感じでの歌詞ですね。そしてアベマリアになりました。それではバッハ・ブノーのアベマリア。
今度は、ドイツのとても古いクリスマス歌を演奏します。この歌は1609年っていうね、できたものですね。プレトリウスというドイツの作曲家ですね。これは、日本の第一歳の音色っていうけれども、本当の題は、ドイツ語ですね。Es ist ein Rose entsprungen。バラが咲いたっていう意味になります。そしてこの歌詞を読むと、暗い夜、冷たいところに急に美しいバラが咲いてる。このバラの例えはイエス・キリストです。彼はこの暗闇の中に生まれた神の子ですけれども、彼は本当の意味で平和と人間の心の安定感を作りたいんですけれども、でも世の中ではもう戦争とか犯罪と病気といろんな問題が私たちに語ってもかかってますけれども、でもイエス様は私たちの心、心と共にいる偉大な神であって、そのような意味ですね、この曲はこの暗闇の中に美しいバラ、イエス・キリストの救いの姿に生まれたんです。それで、もう伴奏でお演奏します。奏者の曲を演奏します。今度はドイツに住んでた、マックス・レーガーの曲を演奏するんですね。このマックス・レーガーはとても美しいクリスマス歌、マリアの子守唄、この歌を演奏します。
演奏するとすごい熱くなっちゃう。それではですね、続けてマックス・レーガーの音楽を演奏しますけれども、今聴いたマックス・レーガーとこれから演奏するマックス・レーガーっていう、本当に同じ作曲家かなと思うぐらいの違う音楽になります。マックス・レーガーは1900代生きてたんですね。この曲は1914年作られた曲ですね。まあ、実はチェロ、室内楽の中にすごい活躍している部分ですね。必ず必要になるチェロ、まあ、トリオやってもクワルテットやってもクインテットとかも必ずチェロが入ります。ではその後はチェロ競争曲もいっぱい豊かな素晴らしいものがあって、チェロその後も非常に素晴らしいものもいっぱい残していますけれども、もう一つ分野はチェロのモーマンソン。こっちも意外とですね、豊かな素晴らしい音楽があります。そしてその代表的な作曲家に言うとヨハン・セバスティアン・バッハですね。彼は6つのチェロ・モーマンソ組曲を作ったんですね。けれどもマックス・レーガーはバッハの、まあ、大ファンというか非常に尊敬してた作曲家でもあったんですね。そう、実は2人とも同じ町で活躍したんですね。このドイツのライプツィヒ、バッハはトーマス教会のオルガン奏者、マックス・レーガーがパウリーネル教会のオルガン奏者、これは大学とつながっていた、教会だったんですね。ただ時間は全然違う、もう200年ぐらい離れています。けれどもこの曲を聴いてるとなんかバッフみたいに聞こえる時あるけれども、そうでもない、全くレーガーの正解もあります。まあこんな辺でちょっと不思議な音楽かもしれないけれども、私にとってこれは非常に深い、音楽であって、そう最初ですね、このレーガーの3曲作ってるんですね。モーバンソチェロ組曲1番2番3番作ってるんですね。そしてその全ての曲の中にプレリュードから始まるんですね。これはバッハのチェロ組曲もみんなプレリュードから始まる、そうイントロダクションみたいなのがあって、その後バッハの場合はいろんな踊りが出てくる。まあ実はマックス・レーガーがそのプレリュードの後アダージュを書きます。今度は割とゆっくりな曲になります。そして三楽章はフーガ。フーガになるともう大体オルガンの世界に思います。オルガンといろんな足2つあって、手がこの辺で10本の指を使って、そうするといろんなパートがあちこち出てくるんですね。楽器一本でフーガを作るのはなかなかないんです。バッハの5番のチェロ組曲、その中にフーガが1個があるんですね。そしてマックス・レーガーもこれを挑戦していてフーガを書きます。フーガっていうと4小節の割と短いテーマがあって、けれどもこのテーマがこの曲の中に何回も出てくる。けれども同じ形ではない、みんな違う、それが、このマックス・レーガーの正解の中に、まあ、本当はこの曲オルガンを弾けばいいかもしれないんです。なぜというとこの2つ音3つ音4つ音一遍って書いてあるんですね。それをチェロにも化けないといけないことになりますけれども、けれども私は非常に興味深いフーガ作ったんですね。まあ、バッハはもちろんフーガの名人であったんですね。それでは、マックス・レーガー作ったチェロ・モーマンソ組曲1番、これはプレリュードとアダジオとフーガ。
これで多分、ね、誰も聞いたことない曲かもしれない、今度は誰でも聞いたことある曲を演奏します。ちょっとバランスを取るため、それでは有名なセンサンス作った白鳥です。センサンスも教会のオルガン奏者、もう今よくこの辺の演奏してたものはもうバッハ、クローカルオルガン奏者、もシャウス・ドゥ・ノーもそうだし、そしてマックス・レーダーもそう、この方、セン・サンス、彼はマデレン教会、パリにある大きな聖堂があるんですね。でそっちの何十年間ですね、勤めてたんですね。そしてその教会の仕事とともに素晴らしい作品を残しました。これはきっとチェロの一番有名な曲、白鳥です。私知ってる限り、多分一番古い歌今残ってるのは、このグレゴリアン聖歌の前の時代ですね。実は、この教会、初代教会っていうか、あのキリスト教会、今2000年、ちょっと前に始まったんですけれども、そっちはですね、あのやはりですね、素晴らしい歌があったんですね。ただその歌はもう書くことができなかったんですよね。あの楽譜がない時代ですね。
それでみんな世代ごとですね覚えてたんですね。でこの歌の元をですね実は300年以来、でってことは1700年前にできた旋律ですね。この歌はイタリアでミラノのアンブロシウスという神父がいたんですね。そして彼の教会は非常に賛美が盛んだったみたいですね。それで世代から世代というのはその歌を覚えて、そしてその後このギレゴリアン世界時代ですね、1100年1200300年、その前ところですね楽譜が少しずつ発展するんですね。まあ、最初は非常に簡単な書き方ですね。線一本ですね。この旋律は上に行くか下に行くか、リズムも書くことはできない。それで指導士が少しずつですねこれを考えて、じゃあ2線にやればもうちょっと細かくですねやって、それ3線になって4線になって、やがて5線し私たち今持ってるんですね。そうするともう少しはっきり、応答の音符の場所をかけて、そしてやがてもうリズムを書くことになったんですね。それでクラシック音楽の発展はそっちから来るんですね。そう、この歌はもともとものすごい古い歌だったんですね。そしてルッターね、宗教改革の時、1500代ですね、彼はやっぱりすっと昔はどうやったというと、教会の中にはコールスが行ったんですね。一般の人たちは歌ってないんですね。それが聖歌隊ですよ。その人たちはいろんな歌を覚えてやったんですね。それやがて難しくなって、そしたら会衆はそれをすっと聞いてるだけですね。でもルッターがやはりみんな歌えべきだと考えて、そして今までずっとラテン語で歌ってたんですけども、ルッターがいろんな歌、ギレゴリアン聖歌をドイツ語に変わったんですね。訳しましたっていう。そして、その、アンブロシを救った歌詞ドイツ語になって1500代、そうするとバッハ1700代、このルッター救った賛美歌をまたさらに素敵な、ハーモニーをつけたんですね。そしてこれから演奏するのはコラル・フォルシピーって言葉、みんな普通賛美歌の前に4小節かちょっとですね、そしてみんな回収が入るんですけど、このイントロ実は5分ぐらいかかります歌う前に。そういうっていうのなぜがそんなような長く言うと、バッハはきっとこのアンブロシウス作った旋律があんまり美しすぎて、もう彼もどん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 ですね音楽的なものを膨らんでるんですよね。実はこの4フレーズしかないんですよ、このアンブロシウス作った歌。そして私どんなぐらい音の違いがあるというと6つの音しかないんですよ。でもそれを移動符な組み合わせてやると非常に素敵な旋律。それでこのバッハのこのコラルフォーシピーっていうね、これが実はこの4つのフレーズが書いてあるんですね、はっきりけれども何倍も長さが長くなってるけれども、私は一番最初にアンブロシウス作ったオリジナルの歌、これも実は世界中の教会でまだ歌ってるんです。そのオリジナルのアンブロス作ったものとその後ピアノが入るとバッハ正解になる。でもよく聞いてるとこのメロディがどこかに出てくるんですよ。それではこのバッハの見事な作品ですね、このコラルフォーシピーのアンブロシウスの歌を演奏したい。
私もこれ演奏しながらもたまにもう涙が出そうな、本当にすごい不思議な重さっていうか音楽的な素晴らしさ、このような簡単な旋律が豊富な膨らんでるっていう、まあ私もたまにあのベートーベンの大事な、まあこの大空版のテーマが非常に簡単なテーマですね。でもそれがまた膨らんでるとすごい音楽になるっていう、まあこれは私思うのはやはり天才的な作曲家はこのものしか作れないんだと思います。実はですね、この今私演奏してしたアンブロシウスの、歌、
これまでですね、ドイツ語にありますも、私もスウェーデン語の賛美歌見たら、もうスウェーデン語でも訳してあります。実は日本の第二賛美歌の中にも、これ日本語にも、なってるんですね。そして私はこの歌詞ですね、非常に素敵なもの。それがちょうどクリスマス頃ですね。これはアドベント、ちょうどクリスマスの前に、これドイツで歌ってた歌だったんですね。そしてこのような歌詞、日本語に訳されています。今こそ来ませ、この世のためにマリアに宿る神の子イエスよ。水より下り、罪とが置いて我らを救い、身元に帰る。新たな光まぶねの中に輝き渡る世界の望み、父なる神と一人の御子と御霊の神に見栄えあれや。このような、歌詞になってるんですね。まあマリアに宿る神の子イエス。まあこの歌詞見てると、普通の人間マリアから神埋めることははずない、ことになります。けれどもこれは聖書に見るとですね、これは非常に不思議な誕生です。もういろんな奇跡的なこと、この誕生にの周りがあります。例えば私前にちょっと天使の話したんですけれども、その、ルカ福音書で見てると、このガブリエルという天使がマリアのところに来てるんですね。そしてこれからあなたが子供を産むことになります、この子がイエス、名前をつけてくださいと。この方が偉大な方になります。彼は神になるっていう、まあ神、あなたは神様を産むことになるっていう、こんなような宣言でマリアがもうびっくりしてるんですよ。もうそんなことはありえない。なぜというと、私は少女ですね、もう男性も知らない、もう婚約者が言ったんですけども、でも彼女は子供をその場面で埋めるはずない。まあその天使は何言ってるというと、これは聖霊様、神様の力あなたの上に来る、そしてあなたは子供を産むことになる。まあこんなような話はちょっとおとげ話っぽいじゃないかっていう思うでしょう。天使まず聞いてると、なんか子供たちをその辺でクリスマスプレイをやってですね、ちっちゃな子供はちょっと羽をつけてね、ピュピュピュやっててですね、もうこれで来たそんなような正解だな。でも実はもう私がね、この天使のことはもう私は本気で信じてる。なぜというと、これはこの時だけじゃないんですよ。もう聖書最初から最後までこの天使の存在、偉大さがね、ものすごいたくさん出てくるんですね。この天使のいろんな種類があるんですよ。もうそれは例えば、ミザの神様の周りのその賛美する天使がね、ものすごい力強いものがあって、そしてその戦い天使っていう、それもあるんですね。いい、ものすごい力を持ってるんですね。これはまあとにかく最後の黙示録の中にどんな力持ってるって、もう半端じゃないんですよ。でもそのようなこう戦いする天使があるんですね。そうしたら私たち個人的な私たちを守るために天使もいるってね。私たちは見えないんですけども、でも私思うのは、信者の周りがいるんですよ。もうこの部屋の中にもいる。そうすると最後のグループ、これはこのメッセージを伝える天使。この天使長はガブリエルですね。この方が旧約聖書も出てくるんですね。この人たちはもう人たちって言ってもいいかな、わかる。まあその存在は永遠の存在ですよね。
そう、彼らたちはまあ作られたものでもありますけど、でもこれがね、もう終わりがない、そんなようなね、偉大な方。そうするとこのガブリエルが旧約聖書の中にも出てくるんですね。そうすると非常に神様から大事なメッセージを語るんですね。これとにかくこのメサイア、世の救い主のために関して のメッセージがあちこち出てくるんですね。それでちょうどこのイエスキリストが生まれる前にこの天使が出てくるんですね。まあ、これは非常に大切な方の、この方はもう永遠の国を作る方でっていう、そんなようなこともいろいろ伝えてるんですけども、イエス、名前をつけてな、まあこれはイエシュアっていうね、これヒブル語の同じ名前ですね。ジーサス、イエス、イエスっていう子っていうとギリシャ語ですね。そう、実はこれを国際的に広げるためにこのヒブル語だけじゃなくて世界中にこのイエスの名前をつけて、それはヤウェ救うっていうね、そうイエシュヤっていうね、これハレルヤっていうあったでしょ、そのヤ、ヤウェのことですよね。もうヤウェが救うですよね、世の救い主っていうね、この名前の中に含まれてるんですよね。それでこの名前をつけなさいっていう、まずそのことになったんですね。まあ私この辺で見てるとですね、やはり神様はいろんな不思議な出来事をするんですよね。まずその天使が来るでしょう。そしてその次の問題はやはりこの少女から生まれる、そして普通の子の作りではなく、これは神様の力によって作られた偉大な神になる。でも私たちその誕生に考えると、存在してないものが存在するんですね。それがイエス・キリストの場合は全然違う。これは永遠の方ですね。それが先生もちょうどイントロの中にも、この神はこの世を救った方であったんですね。これも聖書はっきり書いてあるんですね。これはただ偶然でできた正解ではない。神様は無から全部救った、その中にはイエス・キリスト、神様の子がいたんですね。最初からも永遠の存在がある。そう、それでじゃあ彼は生まれた、じゃあすでに生きてた方が人間の姿をとって33歳の生涯を置いて十字架につけられ、そして3日目復活する、そしてしばらくこのように上にいるんですけれども、そして弟子たちの目の前にこの方が雲が来てポッといなくなって天に昇った。まあこのような話、私はね、彼は永遠に生きる方と伝えたいんですよね。まあこれは聖書いつも言ってる通りですよね。これは最初からあった方、永遠に生きる方。そう、私の誕生はですね、先生ね、違ってたんですよ。私のお母さんの前に天使が現れて、いやこれからですね、チェロ、あなたはチェロ奏者を産むことになりますよ、このチェロ奏者の名前ベアントにつけなさいとか、もうそんなような話はお母さんから一切聞いてないんですねもうそれが私は存在してないものが生まれて、そしてその辺ですね、私まあしばらく生きるけれども、でも私はこの骨を焼くことになるんだろうと思いますけれども、ただそれで私は終わらないと思います。なぜというと、私はこの肉に神様と共に生ける、永遠に生きることができるという、そんなような素晴らしい約束は聖書の中にあります。そう、私は本当に希望を持ってるんですね。そうするとね、この歌、
で書いたんですね、あの罪の塔が置いて私たちの救いのために来てくださったというこの書いてあります。そしてそれが私たちの希望になるという、この歌の歌詞ですね。もちろんこれは聖書言ってる通りですね。その何のためにイエス・キリストは来たのか、いや私は思うのは死ぬためだったんです。もう私たちのために十字架の上に十分で支えて、そして捧げてですね、そして私たちの罪を全て取ってくださった私たちの代わりに、この十字架の上に亡くなりました。けれども私はその後の出来事は一番すごいのは、やはりこの方は永遠私と共に永遠に生きる。なぜか私それを信じているというと、やっぱりこの復活の素晴らしさですよ。もうこれが本格的に希望を思うことができるんですね。もうたくさん指導者がいるんですよ。指導者が私と同じ生まれて何も存在してない方が生まれて、いろんな哲学を話して、いろんな宗教を作り出して、そしてその方が亡くなって、まあ、あるところは墓残ってる、もしかしたら髪の毛一本で、これはこの方の髪の毛でしたとか、これは本音一本で、この本音も私たちを拝みましょうっていう。けれども結局、人間と同じ、生まれて人間と同じ死んだっていう。けれども、このイエス・キリストの場合は全く違うんですよ。もう今、エルサレムに行けば、いや、イエス・キリストの墓を見てて、いや、中には何があるって何もないんですよ。空っぽですよ。空っぽの墓ですよ。いや、それがね、やっぱり彼は復活したんですね。そして復活地に登って、また永遠に行ける方ですよ。これは普通の人間と全く違う正解になる。そして彼は生まれる前にですね、私はもう一つとっても大切なポイントがあるんですね。それはですね、この予言です。この聖書の中に、旧約聖書はどのぐらい、まあ、私ものすごい小さな聖書を今持ってるんですけど、これが、これ見てると、実はこの部分が全部旧約聖書ですね。そしたらこのちっちゃな細い部分がこれ新約聖書ですよね。そう、こっちの旧約聖書の中にこのメサイアに関してもものすごいたくさん書いてあるんですよ。それがこの方はどこで生まれることになると、ベスレヘムですよ。もうやっぱりそっちで生まれた。そしてイサイア書、生まれる前に700年前に彼は何書いてるというと、少女から生まれることになる。そして彼の人生はどんなようなものになる。裏切られることに最後になる。そしてその裏切ってる人のどのぐらいお金もらうのか、それも書いてある。そして彼の死について1000年前にはっきり書いてある。けれども彼また復活するって、それも書いてある。もう時間的にはどのぐらいあるって、ダニエルもはっきりぴったし当たってるんですよ。いや、これが普通はちょっとありえない話ですよ。それが学者が、じゃあその予言の中にどのぐらいあるのかっていう、332箇所このミサイアに関しての予言があるんですよ。それイエス・キリストがそれがぴったし当てはまるんですよね。そうすると私にとって、じゃあ宗教いっぱいがあります、何がする、どうすればいいっていう、簡単、調べてごらん、どのぐらいがこのイエス・キリストに関してに書いてあるものが彼を成就している。そしてこの復活、このことが他の宗教指導者は誰もいない、完全不可能です。それが私はね、はっきり考えればメサイア誰ですねって、いや、それは文政名かな、心理教の
朝原、いや自分ではミサイアだと宣言してるでしょ。いやいや、そんな人が宣言してるんですよ。私こそ真理だって思ってる人間がいるんですよ。私はもう無理ですよ。もう生まれた場所が間違ってるんですよ。時間も間違ってる。もう全て間違ってるんですよ。予言も一個もない。宣言するだけですよ。もう人間何も喋ってもできるんですよ。それを信者も起こすこともできますよ。ただそれが本物の真理かどうかでは別問題ですよね。それがやっぱり調べないといけないんですよね。それの場合はやはりイエス・キリストの谷を変えれば生まれてるのはもう半端のものじゃないんですよ。それが実際起こってる現実ですよね。そう、私はね、やっぱり真理を探すなら、私ある面では頭を使った方がいい。信仰だけでいいっていう、私は信じればいいって、そんな正解だけじゃないんですよ。私たちは理性持ってるんですよ。頭もちょっと考えてもいいんですよ。宗教は飛び出して何でもいいっていう、信じればいいっていうね、その成果じゃないんです。まずこれ真理がないかないかっていうのも調べないといけない。もう哲学はもうたくさんありますよ。でも本物のイエス・キリストの救い、そして彼の恵み、この辺ですよ。私はすごい希望があります。もう今の時代っていうね、希望を失ってる人が非常に多いんです。もう私テレビ見てると、もう感染者ね、もう東京はもうこれで、500、700、800までもいった、明日は明後日はどうなるか、死んでもうどのぐらい死んでるかどうかとか、もうそればっかりですよ、やってるんですね。そしてもう一つ見てるのは、店失って、もう男たちが泣いてる。もう全ての希望をなくしちゃったんですよ。今まで働いてた、今ずっと頑張ってた生活が一瞬消えてしまった。まあそれで、調査をやっててですね、これ仕事を失って、仕事を失った方が 1% 増えると自殺は3000人増える。これはたった 1% ですよ。ってことは、人が、希望が、何がどこに希望かかってるのかっていうね、私はそれが一つ問題ですよ。私たちは全て失っても永遠に生ける。私たちはその希望がなくすことはできない。これが私が今の社会に伝えたいぐらいですね。もうすべ、店は全てではない。お金は全てではない。私たちやっぱりその乗り越えることができる力、希望を持ってる、望みがあるっていうね、これはイエス・キリストから来る素晴らしいものだと思っています。まあ皆さんどう思ってるか分かりませんけれども、私は本当の希望、本当の命を見つけたっていうか、この聖書の素晴らしさ、私の人生の支えになりました。カナイは今演奏しているのは、私、まあ、イエス・キリストは私たちの心の相当の扉を立って待ってるんです。いや、実は彼は私たちの人生の中に入りたいんです。助けたいんです。希望を与えたいんです。ただ彼はそれが強制的にはできないんです。なぜというと、私たちは十二支持ってるんですよ。彼はね、宅急便と同じですよ。ピンポンってね、やってて、これ宅急便最近はこう物を持っててね、はい、これは、いや、でもその時は、じゃあ、私はいりません、はい、どうぞって言って、やらないでしょ。もうピンポン来ると、は楽しみにしてます、なんか誰か、なんか物を送ってくださった。いや、私もこの救いも同じような感じです。イエス様はもうトントンとしてます。私入っていいんですかって。いや、それがあなたの決断。このドアが開くか閉めるままにあるか、それはあなたの決断ですよ。でもこのプレゼント、今クリスマスでだいたいプレゼントとよく考えるんですけど、
まあ、私たち持ってるプレゼントは割とすぐ食べてしまうか、すぐ古くなったり、いろんなものありますけれども、イエス様からいただいているプレゼントは永遠の命です。これがなくなることはない。イエス様はこっちにいるんですよ。どんどんしてます。よければイエス様どうぞ私の人生の中にいらしてください。その祈りはできます。これは教会なんかの委託というの問題じゃないんです。本当にこの命のプレゼントが欲しいから。そう、私は最後にみんなと一緒に祈りたいと思います。よければ私と後で祈ってみて、私は2回同じ言葉を繰り返して読めます。よければ2回目、これ声出さなくても心の中に祈ってもイエス様は聞いてください。それでは幸福な祈ってみてください。イエス様、私の心の中に入ってください。イエス様、私の心の中に入ってください。私の間違いと罪許してください。私の間違いと罪許してください。あなたの恵みと平安与えてください。あなたの恵みと平安与えてください。あなたの生きた希望も与えてください。あなたの生きた希望も与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。イエス様、あなたは生きておられます。今日祈った方の心、あなたもすべてご存知です。イエス様、今日この心の中に豊かに働いてください。再び教会も参加することができますよ。この信仰の種が膨らんで、素晴らしいこの聖書の正解を少しずつ分かることができますように、導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。もうそれでは最後に、じゃあ一つクリスマス歌をまた演奏します。セイヤっていうね、あのオーホリーナイトをちょっと演奏したいと思います。
希望ですね、私たちの心に
どの木も見る状況がありますけれども、心の希望が本当に与えられることを感謝します。私たちも本当に心を開いてイエス様をね、どうぞお入りくださいと言いたいと思います。じゃあ最後でも何か一曲あら、じゃあもう一曲、じゃあ皆さんおいしいね。それではスウェーデンの賛美歌ね、今の Amazing Grace でも聖歌詞歌ってるんですね。もう一つですね、聖歌詞で歌ってるのはスウェーデンの牧師ボーベリー作った輝く日青の時、それは章でその神様の創造について語ってる歌ですね。ボーベリーがこの美しい視線を感動して、そして彼はもう神様もすごい溢れてるの感謝が出てきたんですよ。私も同じやんだね。今のカレンダーとか本もありますけれども、でその中にね、こうありえない瞬間が合うんですよ。その時私は山を拝むんじゃなくて、私はその世界すべてを救った方を褒めた。それが私の、まあ、一般の、ね、山の写真家と違う考え方あるかもしれないけども、やはり神様の偉大さを感じる。それではボーベリー作った輝く日青の時。スウェーデン語の歌詞が浮かんでたんですよね。オーストレギューって言ってね、オー偉大な神っていうね、それが一番最初。そしてこのリフレイン、ドブリステミンシェーンウーティーローブソングスユーティー。どうこれやそれ私の魂がなんかね、その、あの賛美の叫びっていう意味になるんですね。それは私も魂から来るのこの賛美の叫び、これは神様の偉大な創造を考える時ですよね。それがオリジナルのスウェーデンですね。でもスウェーデン語から英語、
になってですね、そして英語から日本語になってる。それがちょっと遠回り直訳が西洋語から来るとこの意味になる。それだけ最後に伝えたかった。心から死に叫びますって、うん、私たちも我が魂を、ね、魂ね、我が魂、あ、そう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 、そ、ね、それ、そう、そう、まあ、同じだ私たちもね、本当に心から我が魂を、ね、今日も本当に素晴らしい恵みを心から感謝し、もう一度ルーコス、ワッチェンってフォーマンスにして、伴奏してくださったルリコ先生にもありがとうございました。毎年、来てくださってますね。またぜひ皆さん 来年もまたこのその間にも来てくださるかもしれませんけども、また楽しみにお越しください。少し案内させていただきます。今さっき先生が冬山に行って、もう思いがけない神様の恵みを知るっていうか、おっしゃってましたけども、その先生が冬山に行ったり、山にこんな写真もあります。一人でこう山に登られるその写真ですね。じーっと待って、でも最高のチャンスをこう収められたのが毎年あるんですけども、今年もこのカレンダー持ってきてくださってますので、どうぞご購入くだされば感謝です。また創造のシンフォニーとか、あるいはCD が4つありますかね、4つあります。からはがきもあったりしますので、またお買い求めくだされば感謝です。お互いに皆さんもですね、もう一度先生たちに感謝し拍手してですね、そして、お互いにもお互いに感謝して、そして天地創造の主に心いっぱい賛美しましょう。ありがとうございました。今日はお茶とかがお出しできないんですけども、ちょっとプレゼントのちっちゃなの袋というかお菓子袋を用意してますので、またお持ち帰ればくだされば感謝です。ではまた皆さんお出会いできましょう。また教会は毎週日曜日に礼拝しております。このコロナ禍にあっても礼拝しておりますので、ぜひ皆さんお越しくだされば感謝です。よろしくお願いします。